今日はすごくいいお天気なので柿の木の枝がこの土塀にきれいな影を落としています。本当に何か心が和みますよね。そしてこれが今日の空の雲です。柿の木と雲と青空とこのバランスがとても綺麗だと思います。こんにちは。今日は、おばんだいシリーズ第2弾として、冷蔵庫にあるものとかを見て思いつき料理をやってみたいと思います。こちらは、先日も畑から収穫して使いましたように今日も収穫してきましたししとうです。万願寺のししとうです。そしてピーマンです。でこれも我が家で採れたさつまいもです。レンコン、土生姜、ミニトマト、人参はスーパーで買ってきました。お野菜はこれだけです。そしてお野菜と一緒に使う材料としてエビ、鶏の胸肉ミンチ、ちくわ、かまぼこ、こんにゃく、そしてしいたけがありましたのでこれで何か考えて作ってみたいと思います。さてさて何ができますことやら楽しみにしていてくださいね。頑張ります。こんにゃくは細かく切ってからさっと一回茹でてから使っています。しいたけは水に戻してから使いたいと思います。そしてその水に戻した漬け汁もまた使いたいと思います。これはしいたけの戻し汁です。しいたけがもう柔らかくなりましたので細かく刻んで漬けていた漬け汁はこういう風にお出汁の一つとして使っています。そしてこれは人参とこんにゃくとしいたけを細かく切ったものです。これを今のしいたけの戻し汁と一緒にお出汁を足して煮込んでいきたいと思います。こんな感じですね。これでしばらく蓋をしておいておけばかまぼことかちくわにも味が染み込みますので少し時間を待ちたいと思います。これは天ぷらを揚げております。ちょっと野菜たちを天ぷらにしてみたいと思います。天ぷらの盛り合わせができました。エビと赤と緑のししとう、そしてさつまいもの天ぷらです。これはレンコンのはさみ揚げです。右がはさみ揚げです。左の方はレンコンの上に、鶏のミンチを乗っけて揚げました。ちょっと同じ材料でも使い方を変えてみました。これは一見ちらし寿司に見えるんですが、これは普通のご飯にこういう具を炊いたのを混ぜた混ぜご飯です。ちょっと一見ちらし寿司に見えてしまいますかね。そして最後はサラダです。今日はきゅうりと玉ねぎの薄切り、そしてミニトマトと卵を作ってみました。どうでしょうかね。これが今夜の我が家の母のおばんざいです。前回と全く同じクロスを使って
同じ食器を使ってしてみたのですが、どうでしょうか？同じに見えるでしょうか？作るものが違うと同じ器でも違った料理に見えたりして楽しいかなと思ったりするんですけど、どうでしょうか？また次回は何かを考えたいと思います。本日も拙い作品ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。